新海マレスケ、新海マレスケ、新海マレスケ、1917年、大正6年2月5日から1945年、昭和20年3月19日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大佐。福岡県に生まれる、ただし、本籍は、東京都。父は、文字で、鉄工所経営の深海元であり、 陸軍士官学校55期の新海隆は弟4男である。東京陸軍幼年学校に一番の成績で合格した。入校式では当時を読んだ。入校当時の生徒官は後に異王党の戦いで戦死する千田正式隊尉で新海の優れた天品を見抜き愛した。新海もまた千田を尊敬した。半年後に 生徒官が丸山坊ヤスに交代した。丸山は深海を昇工生徒として、さっぱり評価しなかった。深海の動作の緩慢さは人並みはずれていた上、怒鳴りつけられてもニヤニヤ笑うだけで、可愛げのかけらもなかったためである。手に負えないと判断した丸山は、深海の父を呼びつけ、自発的に対抗を言い出させようとした。しかし、それを察した父のもとは、 入校した時あんたのところの校長さんは、マレスケは実に立派な書簡文を書いた特口を極めて褒めてくださったんだが、それが二年やそこらでおかしくなるというのは、幼年学校は一人の人間の教育もできないのですかと激しく反論した。思わぬ反撃を受けた丸山は黙り込んでしまい、話し合いはそのまま物別れとなった。この話は教育総監部まで行き、 父親の言はもともだということで、深海の対抗はなくなった。陸軍士官学校床の区隊長は、片岡太郎中尉であった。非常に人柄の良い、いかにも教育者らしい人物で、候補生に人気があった。深海も片岡を推計し、彼の家に足しげく通っていた。しかし、1934年、昭和9年11月以降、学校から、 片岡の姿は消え、中山忠夫中尉が、くすけとなった。ヨカを卒業し、飛行第四連隊での台風を終えた新海は、陸軍士官学校所沢文校に入校した。区隊長は、春英、田中浩治中尉であった。田中は、ジュリオ・デュエの爆撃版能論に傾倒しており、新海も、また彼の強い影響を受け、銃爆撃機を志した。卒業して、 航空兵将尉に任官した新海は、浜松陸軍飛行学校を経て、飛行第十二戦隊疫となり、講習令に着任した。着任後間もなく、彼は、歌手カ兵を飛行機に乗せられるだけ乗せ、心境まで外出した。心境の街で饅頭などたらふく食べ、帰ろうという時に、突如第7飛行団長に呼びつけられた。飛行団長は、 飛行機による無断外出の不心得を激しく叱った。深海は大前自弱として、そういう決まりがあることは知りませんでしたと答え、周囲の者を唖然とさせた。処罰はされなかったが、その非常識ぶりは、たちまち満州にある航空部隊に広まった。太平洋戦争、大東亜戦争突入直前の1941年、昭和16年12月、深海は、 陸軍停戦練習部、停戦戦隊府となった。空挺部隊である、停戦連隊を目的地上空まで空輸する、部隊である。映画へ居住者の将校はトラックに相乗りして、ニュータバルの本部に通った。途中兵隊が敬礼してもほとんどの将校は、雑談に夢中で投霊しないが、深海だけは必ず投霊した。ビルマ戦線のラシオへの降下作戦に、参加予定であったが、 降下中止となり、停診団は、一旦、日本本土に戻った。その後、1943年、昭和18年6月に、再び動員加齢されて、ニューギニアへ向かった。ベナベナ攻略作戦への参加予定だったが、またも、中止となり、スマトラへ転身した。新海は1944年、昭和19年6月、浜松共同飛行士団共同飛行をられ、 舞台に先んじて内地に帰還した。浜松には同期の古野和正と西尾常三郎がいた。三人は月に一回同期会を催すことにした。七月の第一回目の同期会の最中に空襲警報のサイレンが鳴った。西尾は立ち上るとチャンス到来。貴様ら続けと叫んだ。どこへと古野が聞くと決まってるじゃないか。突撃だよ、と西尾が言う。 遊郭へ行くという意味だ。校舎学校勤務の降るのは、外に出ると、俺はここで失礼すると言った。おうと答えた西尾は、浴衣の裾をからげると走り出した。その後をうつむき加減で、深海が追う。空襲警報、空襲警報と、大声で叫びながら、曲がり角を曲がって消えた二人に、降るのは、なんと、大胆な奴等だと半分呆れた思いでいた。その数日後、 街で西尾と会った古野は、俺は臆病者だからお前たちのような真似はできん。近いうちに結婚することにしたと言った。それもよかろうと、西尾は答えた。8月に入り、古野は結婚した。それもよかろうなどと人ごとのように答えた、西尾も、その数日前に結婚していた。深海だけが独身で残った。ある日、古野が妻を連れて、深海の下宿を訪ねると、 深海は壁にボール紙を立てかけ、それに軍艦の写真を貼り付けて睨んでいた。これは何だフルのフランクリン、深海、次のは、イニシエ、ヨークタウン、深海、いつもああして見てるのかフルのうん、深海、何分ぐらいフルの1時間くらいかな深海、時々写真を並べる順序を変えるのかフルの変える、深海その後、 取り留めのない話をして夫妻は帰った。サイパン島の陥落後、大本営は航空総監に対し、サイパンの飛行場を攻撃する特別攻撃隊の編成を指示した。深海がその隊長に選ばれ、第二独立飛行隊とされた。同じ頃、同期の西尾が特別攻撃隊、富岳隊の隊長に選ばれた。10月、古野のもとに西が出発するので、 すぐに見送りに来いと深海から電話があった。古野の顔を見た西尾は硬い表情で元気でなとだけ言って木に向かった。深海は黙っていた。古野がおい深海、歴戦の彼のことだからそう簡単には死なんだろうなと言うと深海は今度は死ぬと言った。驚いた古野は思わず深海の顔を見つめた。古野がいつ頃と問うと深海は あと2週間かなと答えた。新海は、不楽隊の任務が何であるか知っていたのだ。11月2日、深海の率いる第二独立隊はサイパンへ最初の出撃をした。深海の乗る隊長機は戦闘を切って突入した。9機が出撃し、5機未機関となった。深海は生還した。11月6日、第2回の出撃が行われた。 1> 第1回の残存4機に予備の1機を合わせた合機であった。今回は隊長機はあえて速度を落として一番危険な最後に突入した。第2回の攻撃で深海隊は前期が伊洋島に生還し、少なくとも11機撃破の戦果を上げたと報告した。11月27日、ほぼ同じルートで第3回のアスリート飛行場攻撃が行われた。前回同様、 隊長機は速度を落とし、最高尾から突入し、最後に離脱した。前期用頭に無事帰還し、アメリカ軍機12機以上が炎上したと報告した。以上の活躍により、12月27日、防衛総司令官の東国の宮都市飛行から、第二独立飛行隊に艦上が授与された。その授与の際、深海は初めて身だしなみを気にした。そっちの手袋の方が、 少し白いかといって、同期の南重吉の手袋を借りて、恐る恐る司令官室に入っていった。彼の功績は、昭和天皇にも知られ、単独廃越を命じられた。新海は、普段軍刀を引きずって歩くため、廃越の際には、古野の軍刀を借りた。軍服も古野が用意し、下着類は部下が駆けずり回って集めた。すべて他人の服装を身につけ、 1945年、昭和20年2月23日午前9時20分、新海は昭和天皇に拝越した。その模様は、新海が誰にも語っていないため、一切伝わっていない。拝越の翌日、飛行第62戦隊長に任命された。上司の第30戦闘飛行集団長、青木武蔵少将は、喫水の戦闘機乗りであり、新海とは合わなかった。 南の家に泊まった新海は、今度がいよいよご方向の終わりになるかもしれん。どうも戦闘隊での上司が多いと、戦闘機みたいな使い方をされるんでと、あとは言葉を濁した。3月、戦隊は特攻を命ぜられた。新海はこれに強く反発した。戦隊は、ご存知のようにまだ戦力を回復しておりません。新海、存じておる、青木。 その微力な戦隊をなぜ小刻みに特攻につおうとなさるのでありますか戦力は小刻みにではなく、重点的に集中しようを図るべきであろうと考えます。私には集団長のご意向が理解できないのであります。深海、わからんのか、青木、小編隊による爆撃隊の投入では目標に着くまでの途中でミスミス艦載機に食われてしまう。 恐れのあることは十分ご存知のことと思うのでありますが、深海、その危険はある。長さし迫った、首都防衛のためには、やむをえまい。もちろん援護戦闘機は、十分つけるようにする。青木、十分つけるだけの戦闘機はあるのでありますか。深海、青木援護戦闘機は、十分あるにいたしましても、特攻ではなく飛べ被弾攻撃、または、魚雷攻撃の方法を取れば、 重爆体の戦力は何度でも繰り返し使えるので、あります。損害は、その都度ありましょうが、残るものもあり得ましょう。その方が絶対に得策であると考えます。深海、機関の意図するところは、十分理解している。だが、先ほども申した通り、事態は切迫しているのだ。命中率のより高い特攻戦法に頼る他にては、あるまいが、青木。 特攻戦法を取らざるを得ないにいたしましても、戦隊は、まだ、技量工場の余地が極めて大であります。それを、今の時点で特攻に使用するのは、下策であると思うのであります。古息な手段としか考えられないのであります。深海、すでに決定したことである、青木、やもう得ません。私が、戦闘に立ち、突入いたします。深海、戦隊長自らの特攻出撃は、 もとん、青木、船体の比力を補うためには、それでも、深海、ならん。何度言えばわかるのだ。青木。隊体に帰った深海は、中隊長、伊藤忠五隊員に、特攻隊の編成を命じた。伊藤は、三浦忠夫注意、小移候補生22期を隊長に選んだ。3月19日14時30分、攻撃隊員と、 戦火確人気搭乗員が整列した。新海は、とつとつとした口調で、この出動は不本意であるが、新海も共に行き、お前たちの最後を見届ける。力の限りを尽くしてもらいたいと語った。隊員が、一斉にうなずく。今日はどこまでも突っ込むよ、と、新海は笑いながら、三浦に行った。熊野灘で、変態は、F4 優先闘機に襲われた。 攻撃目標の機動部隊が下にいると考えた、三浦脇市を下げ、雲に突っ込んだ。渡辺誠将尉、航空士官学校57機機が続いた。後方を見上げた、三浦の目に、戦闘機にまとわり疲れながら水平飛行を維持する、深海登場の四式重爆撃機が映った。こうして、戦火確認機として出撃した、深海も戦死し、二階級特進して、大佐となった。 去年28であった。以上、ビバリ郎、ータロヒルーテンにありるより。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。